はい、野村木です。うなぎです。なんか自分の名前で笑っちゃうんだけど。あのですね、次のアップデートの日にちが12月5日って決まったんですけども、まあ、今までさ、べっちゅうべっちゅう言われ続けて、第1弾、第2弾出ましたよね。まずは、スプラシューターをはじめ、マニューバとか、ローラーとチャージャー、一番最初に、前夜祭で体験できた武器の別注シリーズが出て、第2弾はダイナモやプライムシューターのナイス玉がついたり、炭酸ボムがついたね、ノバブラスターと洗濯機が出ました。そして第3弾、ウルトラハンコ、そしてトーピード、俺トーピードめっちゃ嫌いなんだけど、トーピードついた傘とか、まあ、まあそこら辺出たんですよ。で、忘れられてた武器が4つ、実はあったんです。ちょっと前にね、追加で配信されたエクスプロッシャー、そしてお風呂、そしてクーゲルシュライバー、そしてノーチラス、この4つの武器ね、新人でどんどん入ってきたんだけど、あの別注シリーズのがなんか話題が強かったのかな、みんな別注別注ってなってって、結局ね武器の最初のやつは出たんだけど、前、スプラシューターって2個あるじゃん。スプラシューターとスプラシューターコラボみたいな感じで。それのコラボ系がね、出てなかったんですよ。それがやっと追加されました。ちなみに、スプラトゥーン2の公式が言うにはね、今回の4つの武器が最後。追加は最後になります。だからお風呂みたいな新しい系統のね、武器はもう出てきません。期待するならスプラトゥーン3になっちゃうかな。別注シリーズはね、これで終わるって書いてなかったんで、あと全部の武器の別注シリーズも出てないから、まだまだ出ると思いますね。はい、ということで、今回追加された4つの武器のサブとスペシャルをしっかりと見ていきましょう。ではまず、エクスプロッシャーカスタム。この武器のサブはポイントセンサーで、スペシャルはイカスフィアらしいです。なんとも言えぬな。イカスフィアついたから、まあ、倒しづらくはなったかな。まあ、バブルがないだけね、まだマシだけどね。バブルの方が結構厄介だったからな、あれ。はい、では次行きます。次。クーゲルシュライバーヒュー。北斎ヒューみたいな。一戦ヒューみたいな名前ですね。サブがジャンプビーコン。スペシャルが雨降らし。雨降らしすぐ溜まるじゃん。強そう、なかなか。しかもジャンプビーコン最近強化されてね。強いしね。なかなか厄介ですね。光栄武器のビーコンって厄介だからね。次、オーバーフロッシャーデコ。サブがスプリンクラー。スペシャルが9番ボムピッチャー。これあれやな。塗り強いな。塗りが強い。なんか倒すとかじゃなくて塗り？まあ、細かいとこは塗れないと思うけど。全体的な塗りの強さはね、オーバーフロデコ。強化されましたね。ラスト、ノーチラス79。79ってことは47が79になったんや。これ47と79、この数字何なんだろう。まあいいや。サブは9番ボム。そしてスペシャルがジェットパックらしいです。ちょっとシューターみたいな立ち回りができそうですね。てな感じで、新しい武器の情報でした。でちなみに、今回この4つ追加されるんだけど、別注コレクション第4弾が、同時にね、追加されるみたいなので、計8個の武器が追加されます。多分別注シリーズはね、炭酸ボムとかウルトラハンコとかついた武器だと思うんだけど、こっちの方も楽しみにしていきたいと思います。ちなみにまだ何が出るかは決まってないので、出たら動画にしていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。みんな最近風邪流行ってるから、ちゃんとマスクとかした方がいいよ。あと乾燥してるから喉とかもやれると思うんだよ。だからしっかり飲み物を飲んだり、まあ、体温めて生活してください。僕風邪ひいたんで。はい。風邪ひいて辛かったんで、みんな気をつけてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。